ライサラモアの戦いは第二次世界大戦中のニューギニア戦線における戦闘の一つ。ニューギニア島東部の用地ライトサラモアを占領していた日本軍をオーストラリア軍を主体とする連合軍が攻撃しライトサラモアを奪還した。日本軍は標高4100メートルのサラワケット山系を越えて撤退した。ニューギニア島のソロモン海側、マーカム川川口に面するショートシライト、 その南方50キロに位置するサラモアは、日本軍の基地ラバウルと連合軍の基地、ポートモレスビーとの中間に位置し、飛行場と港湾の敵地で共に連合軍の飛行場があった。日本軍は、ポートモレスビー攻略を視野に入れて、全身航空基地の設営を計画し、1942年3月8日に、サラモアに陸軍南海主体、第二海軍陸戦隊が上陸した。 どちらも、連合軍はすでに撤退していたため、抵抗を受けることなく、占領が行われた。しかし、連合軍は3月10日、空母、ヨークタウン、歴新ン,ンを機関とする空母機動部隊をもって、大都サラモアの日本軍を空襲したため、付近にいた艦船は4隻が沈没、9隻が損傷した。さらに、サラモア南西方60キロにある山間部の鉱山町は上、 オーストラリア軍独立1個中隊及び、志願兵中隊を機関とするカンガフォースを空輸した。カンガフォースは、日本軍のポートモレスビー作戦の間、サラモア方面へ、ゲリラ的な攻撃を仕掛けていた。1943年1月、ポートモレスビー攻略作戦での日本軍の拠点のブナ、ゴナが、連合軍の手に落ちると、日本軍では、連合軍の次の攻撃目標を、 ライサラモア地区と予測し、ガダルカナル島の戦いへの投入が予定されて、ラバウルに集結していた第51師団を、第18軍に編入して、横滑りでライサラモア地区へ輸送することに決定した。ライサラモアの防衛のためにはまずワウの確保が必要と判断された。ワウは小規模ながら飛行場を有し、カンガホースが基地として利用するとともに、 連合軍のライサラモア方面への構成拠点となり得る可能性があったためである。1942年12月31日に杉山元参謀総長と長野治軍令部総長は大本営はソロモン方面からニューギニア重視に転換したこと、ライサラモア方面から再びポートモレスビー作戦を続行することを上奏した。一方1943年の初頭に、 陸軍参謀本部第三部長の若松、多一中将などは、船舶や航空戦力の不足からニューギニア放棄論を提案したが、海軍の反対などにより否決された。連合軍はソロモン諸島方面及び東部、ニューギニア方面における本格的犯行に転じようとしていた。3月28日に発令されたカートホイール作戦は、 ダンピール海峡の突破とラバウルの孤立化を最終目標とするもので、東部ニューギニア方面においては、ライトサラモアを最初の攻略目標としていた。この方面での連合軍部隊の主力には、オーストラリア軍第一軍団を機関とするニューギニアフォースが当てられた。1943年1月5日、第51師団のライへの最初の輸送作戦。 第18号作戦が発令され、不評第1 0 2連隊を機関とする岡部支隊が、輸送船5隻、護衛の影ウが宅地区間5隻に分乗して、ラバウルを出発した。翌朝から、連合軍機による空襲が始まった。7日に、船団は、大白地へ到達したが、必要な空襲は続けられ、まず日つ丸が沈没して乗船していた第3。 大体は装備と兵員の一部を喪失。117名が E25 に救助され、ラバウルへ向かった。妙高丸も揚陸中作業に航行不能となり、船体を海岸へ乗り上げて拡散させるに至った。こうして輸送船2隻を失ったものの、岡部死体は大半が上陸し作戦は一応の成功を収めた。岡部死体はワウへの前進を準備した。来からワウへ至るルートは、 マーカムガーの支流沿いに内陸を進むルートと、サラモアまで終停を利用しそこから山系を超えるルートの2つがあった。前者は開けているため空襲を受ける危険性があるが、後者はジャングルであるため奇襲が可能になると判断された。サラモアからワウまでの日数は10日間と見積もられた。1月16日、岡部市隊主力はサラモアを出発した。 各人が傾向した食料は10日分しかなかったが、ワウをダッシュして、現地調達すればよいと考えられていた。だがサラモアからの進路は予想外の難路で、ウイパリを通過して密林に入るとますます厳しくなり、重火器と通信機材の運搬に難重し、航軍速度は1日5キロから6キロが限界となった。その頃、オーストラリア軍では1月15日に第17旅団が、 ワウ防衛に当てられ、逐次戦力を空輸していたが、悪天候が続き、最初の大隊の空輸に一週間を費やしていた。1月19日の時点で、ワウにあった戦力は、第2、6大隊の将校28名、下士官以下535名に過ぎず、もし、岡部主体が来からワウへ直行していればこのタイミングでワウを攻略できていた可能性もある。 岡部主体主力がようやく和ウ工場一帯を見下ろす、高地に到達したのは1月27日午前10時であった。主隊長は、同日白母からの野修を命じたが、密林に加えて、暗夜となり前進、終結は思うに任せず、ようやく展開体制を取った頃には、すでによく28日の天命となっていた。ジャングルにおける野修の困難は、ガダルカナル島の戦いにおける、 第二師団の失敗の繰り返しであったが、岡部師隊長には、その貴重な戦訓は伝えられていなかった。岡部師隊は改めて28日白坊に野衆を観光した。オーストラリア軍は、無母周辺での日本軍の活動を察知していたものの、ワウが直接脅威にさらされていることは気づいていなかった。奇襲は成功し、岡部師隊の第一戦部隊は、 ワウヒ工場北東1キロまで進出した。しかし、オーストラリア軍も反撃し、日本軍はそこで限界に達した。翌29日朝、待望の好転が訪れ、オーストラリア軍はワウヒ工場への緊急輸送を開始した。戦闘機護衛のもとに C-47 輸送機、7から8機が1時間おきに着陸し、第2、5及び第2、 7大隊の840名がその日のうちに到着した。日本軍はその夜も野襲を継続したが、もはやオーストラリア軍を撃破し得る状況ではなかった。オーストラリア軍は翌日以降も兵員、物資の空輸を続け、2月1日の戦力は将校201名、可視官以下2965名に達した。2月上旬からは日本軍が逆に押され始めた。 傾向していた食料はすでにつき、木の芽や野草を食べながら逐次交代するしかなくなった。2月14日、第18軍から交代指令が下り、岡部主体は戦闘を中止、2月24日までに無謀付近へ交代した。戦闘による岡部主体の死傷者は800名であったが、山中での起動と戦闘行動中の休養不足により、将兵の体力は消耗し、 マラリアが続発して一時は、戦力が皆無に近い状態となった。日本軍は続いて、第18軍司令部、不評第115連隊など7300名をらえ、輸送する第81号作戦を実施した。だが、連合軍は3月2日から3日に、ダンピール海峡で輸送船団を空襲した。この時 B-25 爆撃機は新戦術の、 班長爆撃を実施し、輸送船8隻全部と駆逐艦4隻を撃沈。日本軍の戦死者は3600名に及んだ。生存者は装備を失ってバラバラに海岸へ漂着するか、救助されて駆逐艦に鈴なりとなってラバウルへ帰還した。その後、小規模に分かれた集停や駆逐艦による輸送により連合軍の目をかいくぐり、 不評第66連隊の大半の輸送に成功し、第51師団師団長、中野秀光中将も来エに到着することができた。だが、軍司令官、足立23中将、三望長吉原則中将、作戦主任三望、杉山茂大佐らの第18軍司令部は、前線の来ではなく北方のマダンへ上陸せざるを得なかった。3月末、 ラエサラモア地区の日本軍の兵力は、第51師団司令部、不評第102連隊、不評第115連隊など6000名、ブナ主体の生存者、約1000名、海軍陸戦隊1000名の合計8000名まで増強されたが、マラリアなどの過酷な自然環境に苦しめられていた。この頃大本営陸軍部参謀、瀬島隆造少佐が、ニューギニア戦線を視察し、 5月22日に基調報告を行っている。瀬島は選挙区の先行きを大胆に予測していた。4月下旬、オーストラリア軍第3師団指揮下の第2、7大大戦名と、第2、3独立中隊が800名が、それぞれサラモアの外郭防衛戦であるラバビアオネとボブダビまで進出していた。さらに、連合軍はワウ方面への補給のため、 ニューギニア島南岸からオーウェンスタンレ山脈を越えてワウへ至る福音5から6メートルの道路を完成させつつあった。ワウからサラモア方面への道路も建設中でその先端はウイパリ西方2キロまで到達していた。中野師団長は連合軍の兵力増強は道路が完成すれば急速に進むと判断しその前にサラモアの外郭防衛線を確保すべく自ら無謀の 第一戦へ前進した。日本軍の攻勢が開始された。まず5月9日に、無母東方のラバビアオネの一角を、ダッシュ、5月14日にボブダビコーチを攻略し、オーストラリア軍を後退させた。ラバビアオネ主人チへの攻撃は6月20日午前3時に、開始された。不評第十六連隊第一大隊が、前衛、第二大隊が本隊となって、立候を加え、 第六飛行士団の中核であった白木湖、共同飛行団も全力で航空支援を行った。ラバビアオネは22日夕方5時に陥落。日本軍の損害は戦士41名、戦傷131名、戦火は行き死体100と記録されている。だが、日本軍にはそこから先の陣地を攻撃するだけの余力はなかった。6月30日未明から早朝にかけて、 アメリカ軍第162連隊戦闘団がサラモア南方30キロのナスソウ湾へ上陸、守備していた不評第102連隊第3大隊を交代させた。7月に入るとオーストラリア軍第3師団も攻勢を強め、ムボ、ボブダビ、カミアタムなどの外郭人地は相次いで連合軍の手に落ちた。だがサラモア周辺にはスカウトをね、 チャーリーヒルなどの標高400メートル内以外の高地が連なり、連合軍の戦車の接近を阻んだ。連合軍は連日猛烈な砲爆撃を加えたが、第51師団は地の利を活用し、サラモアを9月まで守り通すことになる。しかし、連合軍にとってサラモアは重要な目標ではなかった。この方面の部隊の任務は、日本軍に連合軍の目標を、 サラモアであると思い込ませ、ライを手薄にさせることだったのである。1943年半ばまでに、ライサラモア周辺の制空権は完全に連合軍のものとなっていた。ダンピール海峡を渡ってくる輸送船は途絶え、日本軍の補給は潜水艦だけに依存していた。輸送方法は、ドラム艦に詰めた物資を潜水艦の横腹に抱え、 やんに紛れて海岸で切り離すもので1万名の兵力を養うにはとても足りなかった。日本軍は7月に第4航空軍をニューギニア北岸のホーランジアへ進出させ、制空権の奪回を図ったが、8月17日から18日の連合軍による大規模な空襲によって第4航空軍は作戦機100機を一挙に失い壊滅状態となる。 サラモアが最前線となっている間、50キロ後方の第2は、不評、第21連隊第3大隊、不評第115連隊、第2、第3大隊、及び主樹の後方部隊が置かれ、第41師団の不評団長、正下良一少将が全体を指揮していた。しかし、実動兵力は200名に過ぎず、小病兵は1000名いたが戦闘に耐えうるものでは、なかった。 他に、海軍の第7根拠地帯1000名もいたが、機動的な陸戦が可能な要因は100名に、過ぎなかった。9月、連合軍は、来の攻略へ向けて一挙に攻勢に出た。9月4日朝、北アフリカ戦線から戻ったオーストラリア軍第9、師団が、来東方40キロのホポイに上陸した。さらに翌5日には、南西太平洋方面連合軍総司令官、 ダグラス・マッカーサー大将自ら B-17 に登場して特選する中、来北西20キロのナザブ平原に、アメリカ軍第503空挺連隊と、オーストラリア軍第7師団の一部が空挺降下した。サラモアの第51師団は退路を断たれる危機に陥り、中野師団長も玉砕を覚悟した。だが、足立軍司令官はこれを承知せず撤退を指示し、九月八日、 中野師団長は、サラモアからの脱出命令を発した。前の日本軍は必死の防衛戦を展開していた。大東方では、ブス川の急流を防壁として、不評第115連隊第3大隊と、海軍根拠地帯が布陣した。オーストラリア軍第24旅団の2、28大隊は9月9日朝に、ゴムボートで、ブス川下流の渡河を試みたが、 急流と日本軍の銃弾に阻まれ一度は引き返し、午後に13名の歴史者を出しながら、ようやく対岸に渡った。しかし連日の豪雨で増水した川が障害となって、補給が続かなくなり、さらに日本軍の激しい抵抗にあって前進できなくなってしまう。第2公平特別旅団がブス川への佳境を終え、オーストラリア軍が再度進撃を開始できたのは9月14日であった。 大西方では日本軍は不評第115連隊の一個大体程度が守備するのみであった。しかし、やはり連日の豪雨で飛行場が使用できない状態が続き空挺降下した連合軍はなかなか前進へ移ることができなかった。9月11日を過ぎるとサラモアから脱出してきた第51師団が徐々に雷へ到着した。雷も 保持困難であることに変わりはなく、日本軍は直ちに雷からも撤退した。連合軍は9月11日にサラモアを9月16日に雷を奪還した。日本軍の撤退は標高4100メートルのサラワケット山系を越える経路で行われた。同行できない重症病兵は多くが自決するか以下によって処分された。 100名ばかりの重症病兵が3隻の大発に乗せられて、連合軍の正解権下を決死の脱出業に成功したことがわずかな救いである。サラワケット越えに参加した人数は、第51師団が3900名、その他の部隊2100名、海軍2500名、総勢8500名であったが、山中では、上や寒さ、落石や転落によって、 多くの将兵が命を落とした。10月末までに、キアリに到着した人数は、陸軍5,565名、海軍1,762名と報告されている。うち987名は直ちに入院があるいは、抗争が必要とされ、他の者も,も大半が傷つき疲れ果てた、半病人となっていた。サラモアの戦いにおける、 オーストラリア軍第3、第5師団の損害は1943年4月から9月までの間に戦士358名、戦勝776名、アメリカ軍第162連隊戦闘団は戦士102名、戦勝447名と記録されている。9月の来攻略戦におけるオーストラリア軍第7、第9師団の損害は戦士115名、 戦勝501名、行方不明73名であった。日本軍では、ラエサラモア地区に投入された2万名の陸海軍兵力のうち1万名が戦死、千病死し、千名以上がサラワケット越えで命を落としたとみられる。ラエサラモアの疾患によって、日本軍がポートモレスビー進攻作戦を再度実施できる望みはなくなった。大本営ではこれを機に、 ニューギニア法規論も議論に上ったが、官僚組織化していた日本軍では、そのような、思い切った、戦略転換が採用されることはなかった。戦場は、連合軍の次の目標、フィンシュハーフェンへと移り、ニューギニアの日本軍将兵の苦難は続くことになる。ありがとうございます。